嘘でしょ、うんうん、あれこれ地下ってどこ、あ、こっちか、うん、あ、今チェイス中だ、あ、もう救助早い、ナイス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 、治療ってどこで済んだ、治療する、治療する、長見後ろ、後ろカーテンです、絶対大丈夫です、あ、飛んできそう、地下から来そう、そんなことない、ちょっと早めに治療終わりたい、あ、来てる来てる、地下ですか、近い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 、よし、オッケーオッケー、逃げて逃げて、あ、ダメかな、トンネルかな、あれ地上です、私地上、電流走って、電流走ってるね、ん、自分以外出た後でキラの声からのそれ一番嫌だな、え、まあ、なんかトミーちゃんが、トミーちゃんが酔いが回ってきたのか、トミーちゃん、トミーちゃん大丈夫か、酔いが回ってきてんのか、トミーちゃん大丈夫よな、トミー、トミーちゃん、オッケー、ナイスナイスナイス、どうする、治療いる、いる、オッケー、あ、やばい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 、これ釣りペースとあれがもうなんか、え、いきなり、おい、ナイス、よし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 、オッケーオッケーオッケー、引っ張ろう引っ張ろう、いやー、ナイスロッカー系、ナイスロッカー系、やばいやばい、釣りペース早い、あー終わっちゃった、裏読まなきゃよかった、ダメダメ、もう裏読む癖がある、あー、いやー、あ、やばいやばい、これなんて書いてんの、ユーロシ、なんかこれなんて書いてんの、指で動くぞ指で動くから、あのキラーが指みたいなもんだからな、ちょっとロッカーがないところ行きたい、あそこ怖い、え、みなみちゃんあそこで、あ、やばいやばいやばい、近い近い近い、思ったより近い、待って待って、ナスコがあるかもしれない、ワープせえ、一旦これ、あぶね、何してんのこの人、ちょっと待って、怖っ、よし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 、治療する、治療させて、よしよし、煮つりだからねこの人、やばいやばいやばい、釣りペース早い、釣りペース早い、マジでありがとうありがとう、一旦立てなくて、後ろカーテンです、絶対大丈夫ですよし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 、俺今日さマック食ったんだよね、めっちゃ腹パンパンになってさ、最近炭水化物、え、ちょっとこれはやばいな、これやばいな、これやばいな、え、これやばいよね、やば、あ、終わった、うん、後ろ来た、あっちまにさん、ほら後ろ来た、後ろいたね、嘘、全員ダウンした、あ、やべ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 、これやべえぞ、あれ隠れ話持ってたらやばいぞ、でもゲートに行こう、むしろゲートに行こう、トミーちゃんさん、小型マイクかな、ああ、それで居場所見てたってこと、マジか、ハッチマユさん、ランカーの匂い、イトシさん、第30大悲劇、お会いに、ランカーなの、さすがにさ、このゲート付近ってさ、周りにオブジェクトないからね、ミーナミ373さん、うん、ウェーイ、グラマバリ病気、やめちゃうめ、もうこれはしょうがない、ヨキゼット4さん、うん、ナイスナイス、グッドゲーム、いいゲームよ、グッドゲームよ、いや、ほら、わかんないよね、わかるわ、声聞こえた、終わったわ終わったわ、まあ、しゃーないわな、いや、もうこれは無効試合よ、本当にこれは無効試合、よきぬぴぴじじ、これ無効試合、今なんかあったって、トミーちゃんさん今なんかあった
トシさん、グッドゲーム、クスナガミパンダ。みんな GG。対戦ありがとうございました。よし、ミッドウィッチ小学校。あれは、あの人が野良さんだよね。いきなり廊下出たくないんだよな、小学校。まあ、廊下出るけどさ。まあ、最初はゆっくり、ゆっくり歩くよ。発電機回したよね、いきなり。ここの発電機回すか。あるね。オッケーオッケー。グレート出たわ。調子いいわ。嘘でしょ。なんでいきなり。待って、この板もさすがに倒せない初回で。あ、来てる来てる来てる。あー、ここも丸見えじゃん。わらわら、破滅か。破滅じゃない、堕落か。堕落があるからか。はい、猫ただのさん、こっぱ。鏡あるのかな。鏡マイケル。あ、たまったね。小学校指定所の鏡。何これ、回ってるとすんな。俺からある程度吸ったからもういいって感じか。発電機回しに行くか。行こう行こう行こう。もう速攻で回しに行こう。最短距離で。リパシさん、本日2度目の立ち目に向けて。立ち目食らいたくないぞ。これ戻ってきてそう。あー、戻ってきてそう。うわー、来てそうだなこれ。まあ、だけどもう、おー、怖っ。トミちゃんめっちゃ目立つな、それ。これめっちゃ目立つな、そのスキン。やばいな。めっちゃ駆使してる。酔ってんな、酔ってんな、これ。あー、まあ、これだけど鏡マイケルじゃないよね、これで来ない時点で。なんか今カポンって音聞こえたけど、なんだ。一段だ、なんか一段階だけ上がるマイケルあったじゃん、鏡マイケル。二段階以上上がらないみたいな。以上って言ったらもうそれにも含んでる。ああ、エネルギー入れてる。エネルギー入れた方がいいのかな。これもエネルギー入れようかな。じゃあ下の方。エネルギー、エネルギー入れたら点数もらえるだけ？だけって言ったら語弊あんのかな。あ、あっち発電機ある。一人用発電機？あー、これ先に潰しときたいな。潰しとくか先に。あそこにカボチャあるじゃん。バーカボ。え、ここにもカボチャある。え、ちょっと待って、ダメダメ。エネルギーでまくったらジョムへの道が開くぜ。あ、そうなの？え、あいつどこ行った？これから吸いまくったの。え、なになに、え、なに、え、なに今のマイケル。俺からもう吸うのはないの？吸い尽くしたって感じ。結構このパーティー発電式高いよ。大丈夫？平さん大丈夫？結構発電式高いよこのパーティー。え？おのちゃんさん、虚無の世界の霊に見つけばアイテムチャージ回復や迅速、我慢がつく。虚無の世界に？あ、そうなの？アイテムチャージ回復や迅速、我慢がつく。へー。え、え、こっち来いっつってる。え、ここ離れるの？なになになに？ふざけんなよ、あいつ。あいつ酔っ払ってんな。あいつ酔っ払ってんな。この幽霊の我慢マジで強いよ。え、マジで。あ、今日も開いたよ。今日も開いた。はい、猫ただのさん、わらわら。あいつ舐めてるからだ。お、やばいやばいやばい。待って、これちょっと捧げるわ。うん、これね、霊に見つけばアイテムチャージ回復。我慢はつくんだ。あ、我慢ついてるわ今。あ、これ、俺これ我慢で助かるのかな。
ついよし、迅速もついてるよ今の俺。よいしょ、ここで俺が時間を稼ぐ。来てるよ来てるよ来てるよ。相手は足遅いよ足遅いよ。オッケーオッケーオッケー。インコースインコースインコース意識でここで飛ぶで戻る。もう一回よし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 。大丈夫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 。まだ終わんないの。永続かな。待って、立ち目がきつい。オッケー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 。さすがに立ち目は食らいたくない。よし、これで正解。これが正解だから。よし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 。オッケー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 。生み出したのは長見です。失敗しても犠牲者は長見で済むはずです。そんなことないやろ。チームワークやんもマジで。オッケーオッケーオッケー。立ち目から怖いな。怖いわ。危なかったマジで。いや、立ち目かどうかわかんないからね。長見の息子さん、長見だけで済むはずです。トビーちゃん、立ち目だった立ち目だった立ち目だった。トビーちゃん、トビーちゃん、ちょっとあいつマジで酔っ払ってるだろ。あいつあいつリパシさん、永続立ち目だと思う。ハイネコタダノさん、やられてるやられてるトミーちゃんさん、キョムに入ろうとした瞬間キョム終わったわらわら。キョムはよっぱら。待って、ペイキャン刑事が溜まってる。近くにいる。狡猾狡猾立ち目め永続。嘘だろこいつ。狡猾立ち目め。リパシさん、これがキョムか。トミーちゃんさん、寄ってはいない。寄ってはいないの。寄ってはいないの。めっちゃチビチビ溜まる。うわ、もっと近くでやってほしかった。あ、待って、救助来てる。待って、狡猾あんのよ。あー、ダメだ、多分伝わらないよね。あー、これみなみちゃん来るな。回してる。これさ我慢入ってたらさ、立ち目効かないとかある。あれ、これちょっとフェイキャンゲージたまり遅くない。フェイキャンゲージたまり、あ、フェイキャン、あそこあるのに頑張るキラーさんだ。フェイキャンゲージなくなった。あー、やばい。俺ちょリパシさん、ああ、ちょっと俺我慢って言いたいの。ちょっと待って、我慢ハイネコタダノさん、あ、ハイネコタダノさん、ずっとゲーム大勢ありがとうございました。でメール見たらさ、俺が病んでる時に税理士さんと俺全然連絡取んなかったから、税理士さんが全然連絡 くれないから手続きができないから、9月の税理士代引き落としで、それまでに連絡来なかったらこちらから解約しますねって言われてたのよ、税理士さんから。マジでと思ってで、うん、でそれを知って、リパシさん、わらわら、ヨキさん、わらわら、やばいじゃん。で、やべえと思って、うん、リパシさん、接地が走っちゃった、あ、やばい、こっち向くよね、あー、向くよね、あー、だめだ、壁だった、やばい、あー、ナイス、無理、わっほー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 、あ、やばい、うわー、ここの板の前に足跡つけても意味ねえ。あー、待って、板が欲しい。板ないですか、この中に。どっちみちほら、どっちみちよ。2秒ぐらいの差よ、2秒ぐらいの差だから、ほんとに2秒ぐらい、2秒ぐらいだからこれどうしようだな。これには演劇なんだから、で、うん、よきさん、解約は免れたんですか。で、税理士さんに電話したのね。税理士さんに電話したら、税理士さんが、長見さん、なんで返事くれないんですかみたいな。長見さんとずっとやっていこうと思ったのに、長見さんのこと好きだったのみたいな感じ言ってんのよ。何言ってんだって、まあ、多少は思ったけど、もうごめんみたいな感じ言って、まあ、結構気心知れてる人なので、仲良くてさ。ねえ、
税理士代のお金払ってんだけど、なんかね、俺に対してなんかお祝い事があってその額をもらったりしてたのよ、その月分みたいの。よきさん、拗ねちゃったのね。そうそう、今度飲もうねみたいな感じって、そう言って飲まないよねみたいな。まあ飲まないんだけど、一度も飲んだことないんだけど。で、それで、リトシさん、そっから税理士さんとの熱い展開が。ない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 。で、もう税理士さんが鏡に電流走る。電流走ったわ、マジで。もう衝撃よな。あー、うそよしよしよし。バッタあー、危ねえ、ギリギリだった。どこよ、お前。クイックはいつ消費したんだよ、俺、マジで。最悪やわ、マジで。ちょっと待って。リトシさん、どこいる？わらわら。ふっ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 、あ、板倒す振りで倒さない。よし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 、持ってる持ってる、ギリギリ持つギリギリ持つ。よし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 、クイックは今使ったよ。使わない、ここギリギリ間に合うよ。ありがとう。こっちに行けよ行けよ、もうできるだけ端っこでしろ。端っこよ端っこ。うわ、何してるこいつ。リトシさん、あったー、はい、ありがとうね、肉壁、ありがとうね。みとみちゃんから今の、ありがとうね。そうで、もう、なんて、税理士さんの話か。で、税理士さんに鏡電流走る。税理士さんにさ、すいません、もう一回契約してもらえませんかって言ったのよ。たら、数日考えさせてくださいって言って、もう恋人かお前はと思って、で数日考えさせてくださいって言われて、でもうしょうがないからさ、税務署にさ電話してさ、いやまあこうこうこうでちょっとうち税理士さんがっつって、で話してて、なんで脈ありなんだ、なんで税理士付き合わなきゃいけないの。で、まあ、税理士さんじゃない、その国税局の人にさ電話してさ、まあ、こうこうこうでこうなんですよっつって、たら、まあ、それだったらじゃあ永見さんがちょっと早めに払ってもらいます、計算して、あ、ありがとうございます。これ来てる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 ね来てるね来てるね、待って後ろ見てない、あー見て見ちゃ、待ってこれライト無理よ、あーダメだ、いけないいけない、来てる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 、虚無の世界ないか、あった、虚無の世界、 Go to Go to 虚無、 Go to 虚無、バイバイ、よしよしよし、逃げよう逃げよう、もう来てる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 、ここでチェイスしよう、あ来てる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 、お前ダメじゃねえぞここで、え来ない来ないか、行け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 、いや、あれあれ、トビーちゃんが担がれてる、トビーちゃん、トビーちゃんがなんて担がれてんの、トビーちゃんどこ、あれトビーちゃん横にいた、トビーちゃんこれ何、状況がよくわかんない、待って、状況がよくわかんない、トビーちゃんなんて横にいたの、トビーちゃんな状況がよくわかんないんだけど、トビーちゃんのこれ何なのこれ、ちょっと待って、これ何だ、ちょ、いい状況がよくわからんな、まあいいや、傷治すこともできねえからな、箱どこ、箱あっちか、箱拾いに行くか。トビーちゃん釣られたのにさ、俺マジで近くにいたのになんで気づかなかったの、使用も何も聞こえなかったけど、どういう状態、あ箱拾った、ナイスナイス、トミーちゃんどこ、あ、トミーちゃんまたここか、え真後ろにいる、いや、いないね、トミーちゃん逃げて、トミーちゃんまた逃げて、大丈夫かな、トミーちゃん、あ、やばいやばいやばい、あ、ミラミちゃんがやられた、あれあれ、ほうほうほう、ちょっとでも外でしょこ、ちょっとでも今のうち稼いでこ、よしよし、ヨキさん、さ、3日で結果は OK？ ん？2、3日で結果は OK。 あー、国税局の話で、国税局はでもう一回国税局に電話したのね。で、じゃあもう永見さんがもう納めてくださいと、
言われて、いや俺あの税金の計算できないんですよっつって言ったら、税金ってさ、かけてる保険とか、あと自分の給与と死刑、死っていうのはあの弁護士とか税理士とか、いわゆるなんだろう、一般の人から先生って呼ばれる人をどれだけ雇ってるかの額も計算に入れなきゃいけないのね。さすがに南ちゃん治療して、あーダメだこれ治療できねえわ。で国税局の人がさ、だからそこら辺計算すればいいだけですよって言われて、いや俺そんなの分かんないんでっつって、いやでもあの税金だから納めてもらわないと、いや納める気はありますっていう話はしてて、でも計算できないんですよっつって、そういうのよく分かんないんでもうしょうがないじゃないですかみたいな感じしてて、で2週間ぐらい待てませんって言ったのよ。たらあの中見さん申し訳ないですけどっつって、そうそう確かその週だよね、その週の頭に言われたんだよ。そうそう、今週中に税金納めないと国税調査入りますよあなたにって言われて、あマジっすかっつってで話しててマジっすかっつってじゃあ納めますよっつってわらわら、結構やばいでしょ。でだけど国税調査入っても別に、あ待て待てこれやっちゃえばい自分やましいことしてないからまあ別にいいですよって話してたら、いや結構国税調査って別にそういうのじゃないですよみたいな感じでいろいろ言われて、割り増しでも払わなきゃいけないしみたいな感じで言ってて、でっつって、でも計算できないからその計算間違えると脱税ですよねみたいな話してて、まあ、まあ払う意思はあるっていうのは散々言ってはいるんですけど、俺脱税になるんですよねみたいな、払えなければみたいなまあまあまあそうですねって話はしてて、でその国税局の人に、じゃあ本当にどれぐらい払えばいいか分かんないから、とりあえず去年と同じ額払っていいですかって言ったら、いや状況変わるでしょみたいなこと言われて、でも計算できませんって言ったら、いやでも払ってもらわないとみたいな、で向こうも国税調査をするのがめんどくさいのか、じゃあ計算するんで額全部言ってくださいって言われて言われて、でこの額はいくらですか、この額はいくらですか、あ入ってないかっていうのを優しいよね。そう俺電話越しでずっと喋ってて、で結局保険の控除とかそういうのは俺よくわかんねえっつって三橋さん配慮してもらってるの初めて聞いた、やばいよね。で結果的にまあおいくら万円ですみたいな感じになったのね。おいくら万円ですって言って、じゃあちょっとそれに色つけて払いますねって俺が言ったのね。まあ色つけて払いますねっつったら、いやこの額でいいですよっつって、いやでも少なかったら脱税ですよねっつって、まあそうなりますねっつって、多かったらなんか問題あるんですかって、ないですって言われて、じゃあ多く払った方がいいんじゃないですかって言ったら、まあ後から請求はできますよあんまり言えませんけどって言われて、じゃあちょっと切りのいい数字で払いますねっつって、お願いしますって言われて、俺税金を切りのいい数字で払うやつになって、でまっちゃうんでさ、でいついつまで払ってくださいねみたいな、今週中にみたいな、それが月曜日の話だったから、長見に電流走る、電流走るよな国税調査はって言われて、でレジ、リパシさん桃鉄の物件を買うみたいな感覚で税金を納めるとか、今度でかい税金納めた時ディスコにあげようか、税金指示ありがとうね、みなみちゃんリポで結局納めてくださいっつって、なんか用紙届いてますよねっつって言われて、俺郵便物一度全部捨てましたって言ったのね、こいつ正気かみたいに思われて、もう一回送ってくださいっつって、もうじゃあもう送るからマジで払えよみたいな話になって送ってもらうっていう話をしてた。大変ありがとうございました。いたけど、ディスターブドクロータスプレインアサイラ、よろしくお願いいたします。俺初めて行ったんじゃない？ウェイウェイ。あれあかねちゃんか。ちんでこれがトビちゃんか。これがって言ってるけど、まあゆっくり歩くか。まあこういう攻めますか。
あ、来てるよ来てるよ。ドワイトだ。ドワイトじゃない、なんだっけ。あ、やばい、見られてる見られてる。あ、見られてる。これ見られてるよね。姿見えるんだよね、これ。突き通って見えるんだよね。あ、来てる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 、やばい。あ、食らっちゃった。あ、せっかく。これマッコだな。開けろ開けろ。マッコ。最悪や。最悪や。あ、待って、引っかかった。お、これ出っ張り消せよマジで。誰だよここ。お兄さん、中見さんのコエックとなぜか冷静になれるのでありがたいです。だよ、冷静なれないでしょ。あったよあの出っ張りは。出っ張りずるくない。畳42さん、アイアンメイデンやったね。アイアンメイデンか。アイアンメイデンだった。今ね、あれもあるんだよね。なんかアイキラをスタンさせたらさ、なんかつくやつもあるじゃん、一撃。うん、スリンさん、うん、声のトーンが絶妙なんですよね。声のトーン絶妙なの。あ、これはいい声ってことでしょう。ありがとうね、ツルリン。ツルリン、ありがとうね。多分みんながクリップしてくれるから。中見さん、いい声ですね。イケボですね。天は二物を与えたんですねって。コメントしてくれたら、みんながクリップしてくれるから。くっそ適当だよな。あかねちゃん、ありがとうね。マッターレッドって何？マッター、モッターレッド。モッターレッド、ちょっとこれ90いった方がいいよね。早いかな、90いくの。あー、やばい、来てる。あー待って、めっちゃキャンプしてんじゃん。いや、これいくか。チェイスしてるね。あ、やばい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 。あー、終わった。あー、救助入った。救助入れちゃった。え、うまくロッカーに隠れられないかな。嘘でしょ。最悪や。あー、終わった。おーさー。お、強すぎんか。あ、ちょっとライトありがとう。ごめん、マジでごめん。ダメだわこれ。もう早速、もう早々に俺ロビーだわ。リーチロビー、本当にやばいわ。リーチロビーってなんだよ。やばいわ。ありがとうね、ありがとうね。で、チームもらおう。あかねちゃんだ、またあかねちゃんだった。やばいな。今2班ついてるからな。確実2班だからな。チェフマップあったよあったよあったよ。ちょっとよ、みなみちゃん、ありがとうね。寝た方がいいよ。これ90いくか。90いっていいのか俺。あいつ今薬回復中だよね。よしよし、俺もうごめん、俺に釣りだからまっすぐ逃げるわ。こういくか。あ、めっちゃ回ってる。あ、やばい。あかねちゃんどこ。あかねちゃん下か。 今ならいけんじゃん。あー、もう担いでる。一旦虚無行っていいか。一旦虚無行っていいか。俺さ、ゲージがゼロなんだけど、こんなクズいる？ゲージがゼロっていうクズいる？もう一回戻るか。いたいたいた。よし、行くか。ニツリのわしが行く。ニツリのわしが行く。え、ない。近くいるの？いないよね。オッケーオッケーオッケー。ナイスです。え、今治療？今治療？ここで治療すんの？オッケーオッケーオッケー。よし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 。オッケー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 。ナイスナイスナイス。
ああエイダエイダエイダ野良エイダ野生のエイダ野生のエイダちょっと腹抱えてるけど野生のエイダオッケーオッケーよし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 ちょっと待って俺サバイバーだと思ってたちょっと待ってみなみさん、さっき向こうの世界に行ったらなぜかすぐ戻されました。強さ一なき。え？そんなことない。わらわら。俺今サバイバーだと思ってた。マジで？え、とんでもねえな。そんなことあるの？え？やば。やば。この発電機使うか。みなみさん、テロバイトの時ですん。あ、やばいやばい。これ3押しになるのか。まあ、3押しでもいいかも。え、セロバイオンって、え、なんなのそれ。なんかそういう通電したら戻るとかあんの。あ、待て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 、あのこれは怖い。逃げよ逃げよ。あー消えた。あ、治療できてくれ。あーすいませんすいません、トミちゃんすいません。野良の人だけ先に行ったよ。ん、何野良さんあってなんかやっちゃった俺。やってはいるけどね、さっきからやばいわマジで。あーやばいやばいやばい、バベチリあるよね。ロッカー間に合うこれ。あ、間に合わねえわ野良さん。あ、めっちゃ遅かったね今会ってて、ね、あ、来ないんだこれさ、エネルギー注いでさ、よし OK、 迅速、これが茜ちゃんを助ける。全然役に立ってないんだけど、固有回すかせめて。怖っ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 、いる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 。あ、チェイスしてる。結構ガチボコの本気だよねこのキラーさん。来たね今トミちゃん。あれトミちゃん平気なの？チェイス中じゃなかった今。いや、ここで、ここで粘ろう。待って、間に合わないんだよ。ドワイトうまいぞ、これ。どう考えてもドワイトうまいぞ。嘘でしょ。あそこ無理なんだ。あの板強いと思ってたんだけどな。ドワイト強いぞ。マジかよ。知らねえぞ、あそこのチェイス。いやダメだわ。対戦ありがとうございました。ブライトウェイ。うん。オッケー。なんだっけ。こっち。え？あ、これか。なんだっけマップ。東島ね。東島。ここは東なの？え？もう試運をするんだけど。嘘でしょ。早くない？早ない。あぶね、ギリギリ足跡残してたら見つかってたよね。キラーは誰だろう。あの新音ってキラーなんだっけ。またまたブライトかな。ブライトかな。茜ちゃんがチェイスしてる。マーヤンさんブライト。さすが、速攻で分かった。ブライトか。ナイトイコールかこれゲだけどさ、ここの発電機ってさ回す価値ないよね正直。真ん中回してなんぼだよね、誰かがチェイスしてるなら。真ん中行くか、真ん中。あ、そっち回してんのね。俺より真ん中行くわマジで。来てる。 あそこでチェイスしてんのか。あ、もしかしてあそこの下も結構回してる。あ、回ってる音すんね。
まあまあそう。あんなさ、マップの端っこの発電機なんてもう最後の最後よ。あ、来てる来てる来てる、絶対来てる。ほら来てる来てる、やっぱりここ、やばい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 、だけどこれ以上逃げれない。待って、ここはゆっくり来る。 OK、 ナイス。いやー、これ板倒すしかねえわ、ここ今。完璧完璧、この入りは完璧。 OK OK、 よし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 、完璧よ完璧よ。何言ったんだ。長見に電流走る、電流走るでしょ、しびれた。ナイス、俺もしびれたけどみんなもしびれたでしょ。いやこれがクイックペースよな。よし、マーヤンさん、ナイスナイス、ありがとうね、みなみちゃん、マーヤン。ベさん、ロッカーうますぎてしびれました。しびれたでしょ。1回目のキックオンの後の2回目に入るとき、キラの視線がちょっと下がるのよ。一番視界が狭いときにロッカー入ったから。しかもロッカーの足跡残してちゃんと計算してるからね。これがクイックはチェイスよ。チェイスっていうほどのチェイスじゃないけどね。ほんとに、よし、もう伊達に1000時間近くクイック扱ってねえからな、ほんとに。俺はもうクイクワの世界一になるって決めてるから。あ、やばい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 、見られたかな、上上がってくる。あ、チェイスしてるじゃん、カネちゃん。行くか行くか。オッケーオッケー、めっちゃもがいてるもがいてる。ちょっと待っとれ待っとれ。ああ、もう、ああ救助入るのか。いや、もうあそこほっとこう。回そう回そう回そう、ちょっとこっちのホール中央のやつ回そう。あ、めっちゃ回ってんじゃん、しかも蹴られてない。殴ったね。長見にもぶたれたことないのに。やばいやばいやばい。ああ、しみれるな。こいつの強いはいつも身にしみる。見えないだろう。見えないだろう。今のは見えないだろう。来るなよ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 。オッケーオッケーオッケー、声聞こえるな。マッコ。なんか判定がずれてるって。判定がずれてるって言ってるだろいつも。直してくれこのバグだけは。本当に盛り下がるから、本当に盛り下がるから、マジで。マジでよ、マジでこの判定だけマジでさ、盛り下がるから、ちょっと直してくれ。嘘でしょ、本当に直してほしい、これだけは。マジで判定直してほしい。これにはエンティティも苦笑い。苦笑いよな。エンティティも苦笑いよな。こっちに有利だけど、へへみたいな。これニチャーみたいな笑ってるよ、エンティティも。本当に。よくですか、4番。依存する。くすなだみウェイ。依存するって言われてるぞ。殴ったね。長見にもぶたれたことないのに。お前殴られたの俺なんだよな。今、殴られたの俺なんだよな。え、治療してくれるの？あ、ありがとう。待って、あ、ちょっと待って、今ブライトに見えた。ちょっと待って、このクロちゃんスキンちょっと怖いぞ。ブライトに見えたぞ今。ありがとう。ちょっとこっち宙を回すか。またこっち一番危険な発電機だと思うけど、回そう回そう、回し切ろう、なるべく回し切ろう、気合で回そう。ここ回すことでだいぶ違うから。あー、これ、あー、やっぱずれててなかった。あー、来るな、これ間に合うかな、担ぐな、まだ。あー、担いだ熱いだ、間に合う、これ間に合うよね。いや、間に合うはずよ。しゃい、一旦中に隠れよう、一旦中に隠れて外側から回っていくか。あ、ここでさ、ここで夢の世界行けばいいんじゃない。夢の世界行って一旦で向こう側行けばいいんでしょ。あ、こっち側あるじゃん。あ、またもう一人いたわ。こっち側行って、こっち、割と地獄だな。あ、ダメだ、救助間に合わねえこの距離。いや、最短長見に電流走る。電流走るわ、これやばいぞ。野良の人俺見殺しになったことになるぞ。やばい、間に合うかこれ。ベさん、なんという知能プレイ、知能プレイ。あー、ナイス救助、今のはナイス救助。
あ、後ろ治療してる、治療してる。待って、発電機火吹いてんじゃん、これ。一旦ちょっと触らせて。よしよし。待って、また火を吹いた。また火を吹いた。ロック入ってる。これもロック入るわ。いや、大丈夫、大丈夫。トミちゃんさん、わらわら。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あれ救助行ってんだよね。多分救助行った人の後追いかけてるはずだから。よしよし。あー、ナイス救助。ナイキュー、ナイキュー。大丈夫大丈夫大丈夫。これさ、2人で回すと 20% 効率落ちるんだっけ。忘れた。あぶね、あぶね、いけるよね。え、うん、欺き？欺き？ちょういや、マックを決める。ヘイトを買ってく。うえ、ナイス。今欺き、めっちゃうまいと思ったんだけどな。よき Z43。 ナイスナイス。これ板ある、あ、板あるね。この弱い板があるわ。行かない。今あやばいやばいや。これ一回釣り余裕あるから。オッケーオッケー。トニーちゃんさん、1人80秒、2人5秒、3人43秒、4人31秒。そうなの。2人53秒、発電機なんだよね、修理速度。めっちゃ落ちてる、3分の1落ちてる、30% 落ちるんだ、2人で。でも、1人で別々で回した方が。トニーちゃんさん、1人90秒だった。ヨキさん、3人と4人全然だね。ねえ。そう、3プッシュ良くないっていうのはそれだよね、理由。あ、待って、上に行った方がいいのかな。え、俺追いかけてる。え、俺追いかけてんの。待って、ここ板残ってる。待って、さすがにそれはなしよ。え、嘘でしょ。これはバレない。オッケー、戻ってくるよ、戻ってくるよ。マックを決めるか。これがブライトの弱点よな。ダッシュ中見えない。なめんなよ俺のクイックは。南さん、マコ気持ちいいな、気持ちいいの。もう一回、これこれギリギリ間に合う、ギリギリ間に合う。で、上上がるか。逆に上上がる。ナイス、ナイス。南さん、わらわら。アガミ、電流走る。電流走る。今のチェイス、ナイスでしょ。見た？伊達にクイックは使ってないからね。あ、治療ありがとう。ナイス！ナイス！ナイスよな。板ゼロよ。あの場面で板ゼロはでかい。今のはナイスチェイスだと思う。うん。お兄ちゃんさん、1年に一度の内定。残念。もう1年に一度じゃないんですよ。週1は絶対起きてる。週1は絶対ある、今のチョイス。絶対ある。どんだけ自信あんだよ。アガミに電流走る。ドキドキ俺に電流が走るのは何だろう。俺に電流走るのは何だろう。ドキドキ。南さん、でもなんでだろう、笑っちゃう。シロンちゃん、生きてて一度あるかないかの内定。そんなことないでしょ。笑っちゃう、失礼だろ。めちゃめちゃ大丈夫。あそこに板残ってるからね。さあ回しちゃうか。まあ今日もパパ頑張って発電機回しちゃうぞ、命をかけて。やばい、ふざけんなよお前。こっち来んなよ、後ろ振り返るなよ、後ろ振り返るなよ。オッケー、隠れ場なしはない。
沼ってこそ長見ってイメージ定着しちゃってる。わら。長見チェイスはボジョレイなの？もう何ボジョレイ。待て待て、あ、逆にここ逆にここ隠密魂、逆にここ、しびれるなしびれるなぁ。何で飛ばしてよ、なんでこいつ戻ってくんの、意味がわかんないんだけど、マジでよ、わらわら、マジで。あ、待って、ロッカーから出てきてる人いた。ロッカーから、ロキさん、わらわら、シロンさん、この温度差たまんねえ、わらわら。ちょっと、ちょっと、ダメ、マジで、マジマジマジ、ステイ隠したとき、次ステイ発覚したとき、ロッカー入る。これバレた。隠せよ、ステイ、隠せよ、マジで。恥ずかしくないのか、ステイ見せて。チグやぞ、嘘でしょ、つって。ダメだわ、あいつステイ隠しとったり。ステイあいつ隠しとったのに。アガミに電流発信。マジだわ。シロンさん、恥ずかしくないのかステイ見せて、わらわら。シロンさん、その言い訳を持ちすぎ、わらわら。みなみさん、ずっとゲーム。マヤちゃん、ずっとゲーム。みなみちゃん、マヤ、じじありがとね。言い訳なのか、言い訳なのか、俺。大変ありがとうございました。